改めましてこんにちは臨床心理師のカウンセラーあゆみですハートカウンセリング心を健康にさてたくやくん先ほどもね話をしました通り、はい、今年で震災から8年目となります、はいはい、復興はね年々進んでいると思われるんですけれどもまだまだ風化させてはいけないものがたくさんありますので 今回この番組においてももう一度その辺においてねお話をさせていただきたいなと思い貴重なゲストをお招きしております。はい。気仙沼とともに歩む会さ山会長西山大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいはい、はい。えっ、ー、と西山様は、えー、気仙沼とともに歩む会さ山の会長でいらっしゃってということですね。はい、であのー。 震災のその8年前になりますけど2011年の3月11日以降、あの復興やに関しての支援をいろいろ行ってくださっているということなんですけれども、はい、まずはそちらの、ね、活動について、その当時から現在についての、はいはい、詳しいことをお聞かせいただけますでしょうかあ、はいえー、西山と申します、はいえー、に震災、えー、2011年3月11日に、えー、申請がありまして、 その時私は狭山青年会議所という団体の現役メンバーだったんです。うんうん、で、当時のメンバーの一人が、はい、研修で東北地方におりまして、はい、その震災の日に。で、実際にそのかか方がですね、震災を、災害を経験した、うん、津波の被害だったり、リアルタイムで経験した、うん、そういった経緯がありまして。 えー、当時のお状況お等ですね、えー、また青,青年会議所は全国のネットワークを持ってますので、うん、情報がとにかく入りやすかったんですね、こ、うんえー、この地域に水がない、うん、ガソリンがないから車が動かないとか、そういったリアルタイムの情報があの早く入ってきましたので、えー、物質的な支援をさ後までガソリンを集めて、遠くに持っていく、水を集めて持っていく。 そんな支援をすぐに行っておりました震災直後んでそんなあ物質的なものを運んでいる道中ですねたまたま、えー、宮城県鹿折、えー、地区というところでですねコンビニエンスストアがもうちょっと崩壊した津波によって、うん、た場所であの物資の仕分けをしている現地で立ち上がったボランティア団体さんがいらっしゃったんですけども。 そこに、えー、その方そこの一人に声をかけたところ「何が必要ですかと?うん」とそしたらあの「お水が足りない」と「うん、じゃあもうあの戻って集めて持ってきます」とその次の日にまたあの水をお持ちしたんですけども、うんうん、でその方が、まあ、偶然にも偶然にもというか獅子より小学校というところの PTA の役員をやられていたという、はいえー、やられておりまして。 えそこからのつながりで、えー、し,しおり小学校という、えー、小学校をです、ね、あの支援させてい,うん、うん、いただいたのがですね、始まりとなります。非常に簡単ではありますがあの、はい、活動内容としましては最初震災直後は物質的な支援そ,、ね、そのあとは。あのえー 有志という形で子どもたちをですね、狭山の七夕祭りにご招待させていただいたり、うんうん、え狭山の小学校、中学校からエールを送らせていただくメッセージを送ったり、うん、でそれとお2014年、15年にはですねあの、自力での修学旅行開催が厳しいという校長先生の、当時の校長先生のお話を受けまして、うんうん まあ狭山、入間、この地域の方々から多大なるご支援をいただいて狭山、うんえー、で開催する修学旅行という,、うん、う修学旅行ですね、6年生のを,を支援させていただいたという流れになっておりますうそうか、それはね素晴らしい活動をねさせていただきたと思うんですけれども今現在、あのことしのですね、はい、何かご予定されている活動はあるんでしょうか。はいえっと 今、継続させていただいている授業の一つとして、はい、あの気仙沼とともに歩む会佐山という団体はですね、まあ、先ほどちょっと前後しますけども埼玉青年会議所として、うんえー、活動していくというやり方もあったんですけども、えー、今後、復興が成し遂げられるまでもう継続的に続けていきたいということでで,ですね私、現役メンバーや OB の方を中心に、はい えー、有志の団体ということで気仙沼とともに歩む会狭山という団体を立ち上げたんですけども、うん、えそこにご賛同だいたのが狭山を中心としたお茶屋さんだったり一般企業の方だったりなので狭山、えー、青年会議所から始まったんですけども今はあのお茶屋さんをはじめあの多くの 企業の方、また一般の方が入会して活動させていただいております。うん、そしてあのちょっとまた前後して申し訳ないんですけど現在の活動としましてはですね今ちょっと継続的には行っておるんですけれども、えー、小学校の校庭にですね、お茶の木を植えさせていただいております狭、うん、山のそしてまた近隣にもお茶を植えさせていただいてるんですけども、まあ、お茶を大きく育てて えー、いつの日か学校内、また近所の方とお茶を摘んで、えー、皆さんでお茶を召し上がっていただくというお茶の木プロジェクトというんですけどもそれを今、継続的に行っているのが一つ、えーあね、またあの狭山のお茶屋さんが授業としてお茶の入れ方教室、えーえー、お茶の授業というものをですねあの定期的にですね向こうで<え>あの子どもたちに向けてやらせていただいております。えー、あそうなんですね <laughs> 狭山、まあ、だからこそできるような、うん、支援ですよね素晴らしいですねお茶はちょっと私も興味があるのでね去年もね、あのーうん、ェムチャピーさんの方で、あのーゲ,あのー、ゲストでし復興の、あのー、ことについてあのー。 ラジオでね聞かせて私も拝聴させていただいたんですけどもその時はあのお茶の木の植えてる写真とかを <laughs> あの拝見させていただいてなかなか多分大変な作業ではあるかなっていう育つのにもっていうことですよね <laughs> だけどまああれがやっぱりその大変だからこそ育って、まあ、飲める時に、まあ、やっぱ皆さんやっぱりそこでまた絆がずっとぐっと強くなったりとかそ,<う>それでまた狭山と気仙沼がつながって、はい またそこがいいふうに広がっていくということで,で、ね <laughs> はい、私も、ね、早く、はい、育つようには願っているんですけど、まあ、なかなか、ね、そこは早く早くとは言えないんですけれどもそのような活動をしていく中で、まあ、お聞きしたいことが、ね、ございまして、えー、とやはり私の方も臨床心理士として、えー、と精神面のケアをあの普段からさせていただいているんですけれどもぜひ、ね、その時の当時の、まあ、特に子どもたちの精神面の変化ですとかあの状態ですとかその辺をに 先山様から見てどうだったかということをお聞かせいただければと思うんですが震災直後よりあの、まあ、関わらせていただいておるんですけども、まあ、一緒にいさせていただく時間というのはあのほんの短い期間ですので本当に家庭内の話にとかになるとちょっとわからない部分はあるんですけども。まあの そういいいったたたで開催させていただいた修学旅行またあの七夕祭り入間川七夕祭りに参加していただいた子どもたちなんか関、うん、わらせてもらったんですけど非常に狭山全体で迎え入れさせていく中で、うん、非常にあの子どもたちがですねあの喜んでくれて本当に笑顔子どもたちの笑顔を大きな災害を経過した中で子どもたちに笑顔を、うん 生み出していいきたいというコンセなのでけどでたちはすごく元気になって、うん、でそれを帰ったあとにお,じちゃんお,お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに話すことによってそのち学校自体もすごく元気になったのかなっていうには考えておったんですけども、はい、ただあのやっぱり仲良くさせていただいている親御さんの話を聞くと、うん、いや今もあの申請から、まあ、何年か経った後でも,もう海に を見ることができないなかなか海に近づくこともできないという,う、えー、表面上まあ関わらせていただいた時はすごく元気に見えたんですけども実際心に抱えるものっていうのはすごく大きくてそれはものすごく個人一人一人に違ったものであるのかなというふうにうあの感じさせて あのやはり私も子どもから成人の方までのカウンセリングなど支援をさせていただいてるんですけどもやはり子どもたちっていうのはなかなかこう言葉にして感情を表せなかったりこう,こうだからこうなんですっていうことがまだねやはりなかなか言えない子が、まあ、特に小学生とかだと多いのでやっぱそういう子っていうのはやっぱ感情をあの嫌な感情マイナスな感情を振ってう 抑圧という言葉があるんですけれども蓋をしてこう自分の意識に上らせないように自分なりにそれをこう防いでいるっていうことが起きている子もいるんですよね。だから震災とかがあるとやっぱりもう相当ショックなことですので子どもたちにとってはそのショックをどうすればいいかわからないっていうことで吐き出すのもうまくできないですしあの言葉にもなかなか言い表せないのでっていうことでやっぱりこう自然に無意識に蓋をしてしまう。 ただやっぱりそのショッキングな映像だったり、先ほどの海とか、何か繋がるものを見たり聞いたりした時に、少しその扉が開いてしまって、こう、ショックな感情ですとか、何かこう、例えば身体的な変化、例えばなんかどか痛くな、頭痛くなったりとか、吐き気がしたりとか、そういう症状に現れたりするお子さんもたくさんいらっしゃるので、そういうのがやっぱり PTSD と呼ばれる現象でもありますけれども、うん、その辺のケアがやっぱり ずっと続いてまだもちろん解決もなかなかできないものだと思いますしこれからその辺についても、まあ、特に私たちとしては支援をさせていただきたいなとは思ってはいるんですよね。うんまあ、ですが、まあ、表面的にはやっぱり元気なのでなかなかそこがわからない <laughs> と思うんですよね多分、うん。なのでどうですかね。あのまあ、子子もとしてはやっぱ気仙沼の子供たちも あの元気にやってるかなという印象は西山さんの方でもありましたでしょうかそうですね、うん、あの大きく関わらせていただいたのがその先ほどお話しした修学旅行に参加してくれた子どもたち、うんえー、2014年15年今高校1年生と中学3年生なんですけどもその子たちの情報がやっぱり一番あの入りやすいとかあの今でも連絡が取りやすい。 させていただくのでで、うん、なんですけど、まあ、の非常に前向きに明るい話題を、ねうん、話してくれたりとかそういう子たちにはこのものすごく災害というものをリアルに感じたものでこの地域をあの自分たちがどうにかしなきゃいけないっていう実際に言ってる子もいらっしゃってですね、えー、ちょっと私もびっくりしたんですけども。君も今、ねはい、大学生ですけど、はい 当時はい、おいくつだったんですか、ねえっと、中学1年生の時生でちょうど授業の時だったんですけど <laughs> うん、うん、やっぱもう急にあんな大きな地震きて東京ですらあんな大きな地震きてうん、うん、やっぱどうなっちゃうんだろうっていう恐怖とともにうんでもその学校にいる時だとどうなってるかわからないんで。 いざ帰ってテレビ見てうん、うん、で、気仙沼があんな大変なことになってるっていうのを現状知って、はい、で,もうでもう自分たちは何もできないじゃないですか。っていうもどかしさも同時にやっぱ怖いなっていう。うんうん と思いましたねね、うん、そうですよ、ね、私たちは関東にいたので直接に、ね、津波ですとか経験はしてはいないんですけれども、うん、やはり私もテレビで津波の映像を流れた時に何なのかよく分からなかったんですよね、うんうん、本当に頭が真っ白というかこれは何だろうみたいな感じで、うん、こう津波ということをこう認識するまでにかなり時間が私の中でもかかったので。 まあ、そうするとやっぱ子どもからするとね特にほん実際に経験しているお子さんからすると本当にもっとそれがよくわからないっていうことでそれが私としてもその先ほども申し上げたとおり p t s にならないかというような心配がすごくあったんですけれどもうん、まあ、でもねそういうお子さんでも。あのー 自分がこう今度は大人になっていくにつれて復興支援に携わろうっていうふうに思ってくれるお子さんがいるとなんかすごくこうちょっと熱くなるものとか何かこうちょっと泣きそうにもなりますけれどもまあ,ありもちろんありがたいですしこれからはねそういう実際に経験した子たちがねそういう支援を作っていくっていうことはとても大事なことだとは思っているのでやはり風化させないためにもその方たちをこう 主にというかねしてあの活動の幅を広げていただきたいなと私としても思ってはおりますねでも私はちょっと個人的にちょっと最後お聞きしたいんですけども西山様自身がねあのご支援をなさっている立場ですけどご自身がこの震災であ,のある意味こうショもちろんショックをお受けになったと思いますしご自身の心のこう変化っていうのはどのような感じだったのかなっていうのをお聞きしたいんですけども。あはい、はい 自分の心まあ本当八年間継続させてあの続けさせていただいたのは本当にあの僕たちの力じゃなくて、まあ、近隣狭山ま,まあこの近隣の皆様の温かいご支援によるもので、うんまあ、こういった大きな授業も皆さんの力を合わせるていただくことによってご支援いただくことによって、えー、達成できるなというのが。 まああのご支援者の皆様に対する感謝の気持ちなんですけども、はい、で私自身がですね感じたところはやはりあの震災直後というのはまあよくニュースなんかでまあお話聞くことはメディアなんかであったんですけどやっぱり子どもたちの当時からのですね言動また あの普段発していただいている言葉なんかを聞くとまあ親御さんも含めてやっぱりこうやって今しゃべれることだったりこうやって家に帰れる家もあることだったり普通にご飯が食べれることっていうのはあの本当当たり前でそこに対してって何も考えたこともなかったんですけども非常にありがたいことなんだなってもうこうやって皆さんと関われるつながりを持てることってすごくありがたいことなんだなってそういうのもですねあの まあ、支援というと、非常におこがましいんですけども、交流をする中で、はい、皆さんとか話をする中で。一番たい、あの、心の中で感じた部分であります、ねうん自分。まあ、自分の中ではあります。よね、まあ、もちろんそうですよね。<ー>本当にね、あれ、そうですよね。あの、震災というのは、まあ、経験してみたことで、いろいろ分かることもありますし。通常の日常が、なんて幸せなことなんだろうと <laughs> いうのは、本当に、心から。<laughs> 思いますよね,うんとそうですね私もまあその時当時日光の方に支援を行かせていただいたんですけれども、まあ、その時にやっぱりその今私もなぜ西山様に聞いたかというとやっぱりその支援をしている方がやっぱりこうちょっとしんどくなってしまったりとか。 ご自身が、やっぱ、怪我をしているご自身が、のケアっていうのは、私の方も、すごくこう、やっぱり、心理師として大切だなと思っているので、やはりこう、ケアしているくださっている方っていうのは、やっぱ、その方のケアは、じゃあ、どうするんだっていうことにもなりますし、もちろん大変なこともたくさんおありでしょうし、ご自身も、ショックを受けたりとか、傷ついたりとか、あの、ま、例えば、PTSD のようなことも、起こっていらっしゃったりとかもするので、その辺をこう、考えていかないと、お互いに、なので、お互いにね、支援を、ま、し、 しあうことができれば一番大事なんですけどもなかなか、ね、緊急性があるとそんなことも考えていられないとかっていうこともあるので、まあ、ただこう、今8年を経ってだんだん落ち着いたり復興が進んでいく中ではそのようにこう支援をしてくださる方に対してもこう支援をしていきたいなというふうにはちょっと挟んじゃって申し訳ないんですけどやっぱりあの私、心の動きに,、はい、に関してはもうただの素人でありまして。 やっぱり先ほどの,あのお話もあった通りやっぱりプロの目線っていうのが非常に重要だなって思ったことがありまして、うんはい、でそれがあの修学旅行の2年間の支援をさせていただいたきにですね、うん、あのちょっと大きな金額を集めなきゃいけなかったので、うん、ある団体の方あ子どもたちの笑顔を作るためにあの震災後にあのプロジェクトをさせ上げた団体がありましてそこからの,あの助成金をいただくにあたって一つルールとして。 えー、そういった修学旅行やイベントをやる時はですね臨床心理士さんの立ち会いの下、はい、しっかりアドバイスをいただいて授業をやりなさいっていうのがルールだったんですけどもでその2年間あのボランティアであったんですけど臨床心理士さんにご同行いただいて、はい、で子どもたちが作文絵日記を書くんですねうん、うん、でそれを見ていただいた、うん、そしてやっぱ僕らには分からないあのー ものですね子どもたちが蓋をしてしまった部分って僕らには分からないんですけどもそういったものを見てまた子どもたちの行動を見てプロとしてのアドバイスを非常にあの温かいアドバイスを頂い,いてうん、うん、本当にその修学旅行また今後の支援にプラスになったなっていうのを感じたんですね。なので先ほどのお話の中でやっぱりプロの目線っていうのがですねうん、うん、私たち素人だけだと気づかない点がたくさんあるのでうん、うん、非常に大切な あの、ポイントの一つかな、なんて、あの、感じたところであったんですけどあ。それは良かったと思いますし、ちょっとありがたいなと思うではいるんですけども、あの、もちろん本当に、あの、これからもね、お子さんたちと関わる機会がたくさんあると思うので、やはりもう、その話の、 やっぱり続きですけ子ども子供たちがなかなか表現しづらいっていうものを持ってる笑顔だけどでも実はすごい傷を抱えているっていうことがあるかもしれないということをあのもしよろしければねその辺も西山様にも見ていただいて何かこうこの子はちょっと何かいつもと違うなとかあのそういう部分がありましたらまああの まあ死にしでいですしなんか他の人に相談をしていただいてちょっとこうケアをというかう見ていただきたいなというのは私からはぜひこれからもお願いしたいところでは <laughs> ありますけれども、はい、ちょっと、ね、時間も来ているので、はい、最後にですね気仙沼とともに歩むさや山さんへの支援のお願いをぜひ西山様の方からお話をしていただければと思います。 あの私どもは本当皆様のおかげさまご温かいご支援をもとにですね、はい、こうやって8年近く活動させていただいておるんですけれども、はい、まあ今後あの先ほどちょっとお話そびれたんですけども、はい、え今あの新しい、えーうん、昨年度校長先生鹿児小学校赴任された方校長先生よりですね あのお世話になってる狭山のことを子どもたちにもっと知ってほ、うん、しい狭山のこと人,人たちに感謝の気持ちを込めて、えー、私たちのことを発信する場所が欲しい、うん、そしてその相手はあ同じ、えー、同世代6年生の小学6年生に対してなんですけども狭、えー、山市内の学校の方 6年生と交流をさせていただけないかという話を受けまして現在実はですね話は進みましてある狭山市内の小学校の一校の校長先生が手を挙げていただきまして交流授業がスタートさせていただいたところであります素晴らしいですねすばませんでおっしゃったで子どもたち同士で地域のことを発信してお互いにですね学校紹介地域紹介する中でえ 将来ですね、校長先生もお話してるんですけどどっかであの東北の子が関東のに来た時にも会う可能性もありますし、うん、どっかでつながる可能性もある、うん、また遠い地域同士で交流することによってものすごくエネルギーをいただくと何かあった場合は助けるよ今まで助けていた,だいたら何かあったら言ってくださいっていうものすごく交流の何ていうんですかねパワーっていうのを が生まれるというふうに、あの、考えております。<ー>まあ、そういった授業も始めさせていただきまいただくんですけれども。あの、今後ともですね。はい、あの、皆様のからの、あの、引き続きの若手ご支援もですね。お願いできたらなと。 うん思っております。はい。じゃ詳しいことについてはこちらの気仙沼と共に歩む会さ山様のえっ、ー、とホームページをご覧いただければいいかなと思いますので皆さんにもぜひねあの一度開いていただきたいなと思いますし。そこにあの支援についての詳しい情報が載ってますので、はい皆さんもぜひそちらの方をご覧ください。はい。はい。本日のゲストは気仙沼と共に歩む会さ山会長西山大輔さんでした。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。